所長、カメです。はい、こんにちは、ジュークです。はい、じゃあ今日は車のですね、オタルオールジャンルミーティング。ミーティング。はい、これにちょっとプロジェクトで参加をしてきまして、はい、車あの時まあ最終的に6台ですね、うん、最終的に6台になったんですけど、まあ、メインは、まあ、GTR とローレルとあとジューク2台と持ってて、まあ、その後プラグと、エブリー、そう、クミョゴ1ね、1ですね、はい、まあ、それでちょっとイベントに参加してきて、ドラゴンチャンネルのちょっと PR をして、いろんな方々にですね、ちょっと当チャンネルの内容とチラシをちょっと配ってきました。はい、まあ、ちょっとその撮影風景があるんで、それちょっと見ていただこうかなと思いますんで、はい、じゃあ見ていただきましょう。よしよし。では動画の、はい、はい、やつをちょっと見ていきましょう。はい、これはですね、朝早かったですね。早い、早かったですね。8時ぐらいからちょっと僕ら行きまして、イベントの開始は確か9時ぐらい、うん、なんでちょっと車がまだポツリポツリと、そうだね、はい、集まってきたところだったんで、まだ会場は車はそんなに来てないんですけど、結構いろんなで、前日実はハロウィン、同じ場所で小樽、うんうん、のハロウィンミーティングって夜の電飾だらけの車が集まるミーティングがあったんですけど、そこにも行ってきたんですけど、うん、結構前日来たのと同じ車結構来てましたよね。はい、でまあいろいろこうスパシャンのトラックがあったり、あと菅井さんですね。菅井さんがガチャガチャでしたっけ、確か、うん。ガチャガチャの積んだ車を持ってきて、うん、お客さんにちょっとできるような展示してたりとか。でこの辺は結構イタシャブースですかね、アニメとかのイタシャブースで、結構その辺の車が結構多くて、で結構時間が後になってくるとかなり旧車も来てましたよね、うん、はい、で奥の方に僕らのプロジェクトの車をダーッと並べてるんですけど、はい、ちょっと今まだ見えないですけど、結構この時は車プラスフリーマーケットもやってたんで、いろんな、これはあれですね、ショーですね、うん、なんか会場に集まった車の、うん、はい、トロフィーもらってたの？トロフィーは残念ながら、うん、もらったのはこれです、デデン、はい、デデンステッカー、まあ2位でした、はい、GTR はということで、はい、ということで、まあ、いろんなですね、車がちょっと集まってて、まあ、車つながりでちょっといろんな私たち そのチャンネルの発信です、ね、内容を伝えて、チラシをちょっともらっていただきました。はい、あ、これはそうですね、フリーマーケットやってるところですね、うん、車のユニカーとかそういうのがこういろいろと置いてあって、で結構旧車とかその辺はまだ後なんですけど、いろんな結構オーナーさん同士のコミュニケーションがかなり多いイベントでしたよね、うん、なので車のこともまあ話したんですけど、まあ、車からチャンネルの、まあ、僕たちのプロジェクトの車の式典の話したりとか、はい、まあ、撮影したらこんなの映ってるとかっていうのをいろいろちょっと話して、まあ、興味結構出していただいている方も多かったので、まあ、かなりですね、チャンネルに PR できたかなと思います。はい、でこのイベントは毎年開催してるそうなんですけど、場所はちょっと来年以降どうなるか分かんないんで、最悪ちょっと最後になっちゃうかもしれないです、ね。まあね、大丈夫、やっぱこれちょっと少ないよなって感じ。まあ、そうですね。で真ん中の方が結構昼間のついて結構増えてきましたけど、結構入れ替わり立ち替わりで車の出入りは結構多かったですね。僕らが初めから最後まで行ったんで、はい、これは旧車だね。これは旧車です。でこの隣のプロジェクトが見えてきましたね。
GTR と、ヤッグ R と、あとローレルと、あとジュークプラド、全部ちょっとあの特殊なラッピングにして、そう、はい、あとはまあダム持ってって、はい、式紙をちょっとやりたくなというところですね。まあ、その車の内容にしてはちょっとまああのボリュームなんですかね、ちょっと後で見てもらうと、その辺をちょっと見てもらうとどういう風になっているかというのはちょっとあのプロジェクトの車の内容がちょっと分かると思うので、はい、見ていただければいいかなと思います。どうでした、今さ、この天気感じが。すごかったね。すごかったですね。結構カチカチのイベントよりこういうイベントの方がいろいろこう話はしやがったですね。そうですね。これからまあこういうところに話できるようになんかこうドラゴンプロジェクト独自のこのイベントみたいなのやってね。そうですね。ステッカーを販売したりとか、グッズを販売するとか、うん、あとこの式紙が宿る車のラッピングと、まあ塗装ラッピング修理、はい、外見修理とかそういうものの相談も、うん、そうですね、はい、おいおい受けてて、うん、ここでしかないワンオンリーワンの、はい、お守りを渡すっていう感じで、うん、どうですかそれは。そしてでは、はいはい、このミーティングに出た時に菅井ディノスさんがいたんですよ、うん、そしたらちょうどあの一緒にコラボで撮影してくれるということで、うん、あのうちのタマちゃんが一緒にちょっと撮影してた動画があるんで、うん、動画、はい、ちょっとそれを見ていきたいと思います。はい、はい、じゃあ見ていきましょう。はい、お願いします。これのんちゃん、中のお待たせ。ということで今日はね、ホタルオールジャンルミーティングに来てます。イエーイ。ちょっと気になるものがあるんですけど。気になっちゃった、やっぱり、はい、これは何ですか。これはなんと
スガイディノスが開発しましたクレーンゲーム搭載カーです。いやーよいよいよ、ちなみに、はいはい、世界初です。世界初ですよ。この後キャンディーちゃんという名前です。キャンディーちゃん、キャンディーですね。皆さんキャンディーちゃんです。これキャンディーちゃん可愛いからちゃんつけちゃうんです。ちゃんつけましょう。そう、キャンディーちゃんです。キャンディーちゃんですよ。キャンディーちゃんはなんと、はい、車にクレーンゲームを積んでます。車にクレーンゲームですよ。車にクレーンゲームだよ。聞いたことありますか。世界初だよ。え、これやりたいんですけど。やりたい、はい、中の特別。マジっす。中の特別招待しちゃう。やった。そうです。そして本日は初めて小樽に来てるので、はいはい、なんとクレーンゲーム1回300円です。1回300円ですよ。聞いたことあります。300円祭りしかも、はい、これ取れなくても、はい、ちゃんと3箇所ある。3箇所あるって聞いたことあります。3箇所大事。3箇所大事。3箇所あります。中野やってみよう。やります。やっていきましょう。よし、中野のレッツプレイ。レッツプレイ。それじゃあのんちゃん、はい、やっていきますよ。やっていこう。はい、行きます。じゃあのんちゃんが中野を操っていくよ。行くぜ。神の声で。じゃあ中野まず300円を入れてみよう。300円を入れます。いや入れやすいですよ。チャリンチャリン。よし、300円入った。じゃあ中野、行きます。この左のレバーを、はい、触ると、はい、30秒始まるから。なるほど。30秒以内に、はい、ここだっていうカプセルの上までアームを持ってきてくれ。わかりました。よし、行きます。スタート。お、いい。あ、ここは動かし放題。ここはね、もう自由。30秒間は自由に動かし放題だよ、はいはい、あ、いい感じ。いいかな。もっと冒険してもいいんだよ。じゃあこっちも行こうかな。こっちも行ってみようかな。あれも、あれも動くか。あの五条悟りは、あれも取れる。取れるけど今日はカプセルにしておこう。まあ今日はここにしよう。カプセルを落とすと何でも好きな商品もらえるから、はい、なるほど。よし、そのカプセルだ。 あれを狙って、良きところでボタンを押すんだ。そう、あ、中の中、あ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 、もう一回だけ。もう一回だけだよ。もう一回だけ。もう一回だけだよ。お願いします。じゃあ中野の再チャレンジ、いきます。スタート。チャリンチャリン。よし、チャリン。中野、次こそはカプセルを取るんだ。じゃあ次はあの手前のやつを。よし、ピンクを狙おう。行こう。あ、いいんじゃない。あ、いい感じだと思う。いい感じ。のんちゃん的にはもうちょっと右かな。もうちょっと右、こっち。うんうんうん。あ、いいんじゃないかな。いきます。よし、次こそは、お、頼む。来たんじゃない。来た。お、来た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 。中野また滑っちゃったよ。ピエンピエンピエン。いや、のんちゃんどうだった。めっちゃ楽しいよ。楽しかった、うん、中野もすごい楽しんでたもんね。楽しかったよ、うんうん、今日は撮れなかったけどね、うん、またね、ゲーセン通って、うん、これ見つけたらやりましょう。そう、中野まずね、修行しないと。修行します。腕を磨いてからちょっと出直してきますよ、うん、ええ、中野再挑戦しよう。はいはい、うん、はい。そう、これこれこれ、ハッシュタグキャンディー来たよで、ツイッターにキャンディーの映える写真と一緒に投稿してもらうと、なんと今だけ中野みたいに修行したい人向けの、じゃん、無料サービス代もやってます。イエーイ。無料ね、無料安心ですよ、これ。無料安心、うん、これで、ね、修行してね。修行して、そう、次本ちゃん。本ちゃん行きましょう。そう、なのでみんなツイッター、ハッシュタグ来たよ、キャンディー来たよで登録してね。絶対やりましょう、これ。絶対やろう。始まったばっかりでーす、じゃあ今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。またねー。またねー。バイバイビー。バイバイビー。はい、では、はい、はい、はい、ミーティングどうでしたでしょう。すごい充実した流れと、はい、それとあの圧倒的な迫力に、はいはい、ほとんどちょっと飛んでました。飛んでました、うんうん、はい、あのかなりいろいろこうコラボもありましたし、そう、はい、ね、チラシもみんなもらってくれましたし、いろんな話ができて、オールジャンルミーティングまた出たいです、うん、はい、またね、はい、また機会が、あ、またまた、またまた、はい、機会があればちょっとまた行きたいですね。そうですね、ちょっとどんどんこういうミーティングには参加してあの PR していきたいと思いますので、はい、はい、では今回もご視聴ありがとうございます。お視聴ありがとうございます、はい、チャンネル登録してください。はい、こちら
一緒に行きましょう。チャンネルはこちら。